また切れてしまった。今ですね、アジアチャレンジ投資。カオマ。おっと、やばい。相手ゴールでよかった。いけないか、緑。お、ここは落ち着いて。ああ、くるみ。バーの上に外してしまった。カオマですが、そんな強くはないですね。少なくても防御策では。お、危ない。バーに救われましたね。落ち着いて相手をボール渡さないことを中心。おっと、7個が1対1になって決まった。先取点。綾香か、7個へ。右隅決めました。萌えがクリア。くるみ、取り切れない。あ、取り切った。萌えだ。さあ、これは誰だ？緑だ。緑、しかし2、2人でブロックされました。ちょっとうまくいってるぞ、今。ファールですね。ちょっとやばい。これはやばい。ショートは助かりました。お、もうキーパーここまで上がってきている。窓か、抜けられた。危ない。おー。ボールを守ることですね、まずは大事なの。おっと、窓か。くるみ2点目、やりました。涙で見えない すごいな。カップ戦ですからね、これ多分、引き分けとおまけになったのは、決勝トーナメントかな、進出がほぼ絶望的になるんじゃないでしょうかね。負けたらもう絶対ダメだし、引き分けでもかなり苦しくなります。ということで、前半お届けしました。ミオがちょっと疲れてますね。さあ、後半戦です。サイを変えましょう。あと1人か。ディフェンダー変えよう。本気かな。さあ、後半9分です。全員の選手を変え、おっと、3点目。やりました。後半開始10分余りですね。隙が出たね。2点差になりました。1点欲しいかな。まあ、他を焼き持つかもしれない。どっちがいいんだ。お、パンチング。おっと、これ捉えてしまった。ちょっと3人前出過ぎてるだけに、相手の速攻はちょっと痛い。みゆきナイス。さ
さあ時間が刻々と過ぎていきます。さあこれは出ましたね。どちらのボールだ。相手ボールですね。さあ壁にもアジアチャレンジトーフィーと書かれております。危ない危ない、あーっと1点に追いつかれた。やばい。本当相手が動けなくなる。こちらが動けなくなってきてるし、タイミング悪い。1点返したいね。ここに来たら終盤の弱さがちょっとありますね。どうしてもうーん取られてしまった。残り10分切りました。うまい。窓か抜けた。窓か結構疲れてる。これはくるみだ。うーんと取られてしまった。さあ残り時間がもうあんまりない。相手もラストチャンスになるんじゃないの。さあアディショナルタイムに入りました。なんとか勝ってほしい。お、夏木キャッチ。試合終了ですね。なんとか勝ちました。おー、クリスバー前半一進一退の攻防ですね。先制したのはクランカリバーズ。ナナコが何か突っ込んできて、何かナナコに渡してそのままもう突っ込んでゴールを決めました。これはアリスピンチだったんですが、これは逃れました。前半終了前にはアドリカのクロスをクルミが、さすがエースストライカー、うまく合わせました。後半13分ですね。またマドカのクロス。これをサヨが待っていた。サヨサイディングシュート。ただですね、こっからが相手の逆襲なんですよね。決められてしまった。リバウンドで決められるっていうケースが何も多いな、このゲームは。そして2点目も決められてしまいます。後半33分、逆サイドに見られたら対応しきれないですよね。これもリバウンドなんですよね。ボールが意外な方向に行った時対応できないですね。このゲームは相手のシュート本数の方が多いのか、早い面で身を取ってて勝ったのは奇跡かもしれません。さあこれでですね、グループ A ですが勝ち点は4。次、バクライ勝てば逆転ですね。首の皮1枚つながった感じです。そしてグループ B はリマッセ大阪ですね。1点差ながら強さを見せております。はい、というわけで、今回、カオマンガイには勝つことができました。強豪クラブということで、アジアチャレンジトロフィーは初勝利です。この勢いで次走も、うまくいきたいところですね。
ということで、次回は武蔵野ホーネッツですね。8位。お、疲れてる選手が多いな。C が多いです、こちらも。特に抜けた選手って川上ですよね。これも疲労度が黄色ということで、そして疲れが溜まる中出してくるのかどうか。まあ、きっちり勝ってですね。成績がご覧の通りなんで、勝ち点4、2番線大阪を直接対決で勝利して縮まりましたからね。さらに勝ち点差を縮めてですね、優勝に近づきたいと思います。応援よろしくお願いします。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス、記載してます。よろしければ見てください。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ、嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。